にすぞ。短期やから殺されることなんのちゃう。いやほんまにそれな。タリアのジョーンズ。YouTube マジで伸びへんねんけど。知らんがな。なんかないのアドバイス。一つあるとしたら桶狭間でさ。それ前聞いた。いいから聞けよ。はいはい。桶狭間でさ、なんで俺買ったかわかる？いや知らんよ。なんで歴史系 YouTuber が知らんねん。いやリップサービスやん。おお分かってるやん。情報戦で買ったわけよ。やっぱそういうこと。吉本が25,000、こっちが3,000よ。まあ大体10分の1ぐらいの兵力。そうね。普通に考えたら勝ち目ないやん。まあ確かに。そこでよ、どうしたか。偽の手紙作って送りまーす。いやこれさすがにできへんな。はい。ほんで兵をさ分散させてさ城にこう拡散させたわけよ。これも真似できへんぞ。はい。そっから桶狭間山に突入や。一点集中、これやがな。集中すんの大事よね。歴史に集中してやってみるわ。うん。歌歌って解説する動画あんねんけど、それもまだ伸びへんの。それはあれや、お前のリズム感のなさや。自覚はねあるんですけど。やるんかい。歌で言うたらあれや、人間50年、下天の内を比べれば無限のごとくなり、ひとたび生を受け滅せぬもののあるべきか。いや何急に歌ってんの。これミュージカル動画ちゃうよ。これ2024年も有名か。あ知ってるぞ。あんた桶狭間の時とさ、あと本能寺の変で歌ったやつよね。そうそう、まあ、これぐらいインパクトあった方がええんちゃう。それはそう、考えますわ。あとはやる気やな。やる気を全国に見せたれ。天下富舞や。あんた毎回それやな。他に四字熟語知らんのかい。天下統一。ほぼ同じや。皆さんもちゃちゃっとこのチャンネル見てあげて。なんかありがとう。これとりあえず言っときゃいいやろ。なんやその投げやりな感じはよ。最近知り合ったやつがさ、ちょっと面倒くさい人いんのよ。どうしたらいいと思う。解決は簡単やん。え、なんで殺せば。いやいや、霊はそんな物騒やないねん。なんや霊はって。元号や。あんたの時代もあったっしょ。あったけど天皇に言って俺が変えさせたわね。そうな。天正に変えたわ確か。いや俺もさそういうやつ困んのよ。義明ようざかったわあいつ。15代将軍の足利義明ね。そういう時どうすんの。あいつさもともと室町幕府再興したいとか言って俺に泣きついてきたわけよ。うん。ほんでさ京都行くの助けたわけよ。うん。そしたら急に浅井とか他の大名と仲良くし始めたわけよ。ほうほうほう。いやでもさ俺からしたらさ、俺の力で京都にさ連れてあげたのなんで他の大名と仲良くしてんのって感じやん。まあ確かに。いやムカつくやん。なんかだから潰したのよ。どうやったわけよ。義明はさ、まあ、将軍やしなんかすぐなんか手出しできへんやん。そりゃそうやわな。姉川でさ浅井と朝倉倒してさ、そんで義明追い詰めたわけよ。信玄と謙信が病死したのもまあ良かったわな。じゃあまあ運も味方につけたってわけか。うん。いや逆ですか。こういう歴史チャンネルちゃう。そういう動画もねあるんやけど。ほんで比叡山の焼き討ちって知っとるやん。あれはやばい、殺しすぎよ。あたあれだってさ、もともと浅井と朝倉かくまってたさ延暦寺に何回も警告送ってんのよ。え、そうなん。そりゃそうや、あいつら何の返事もよこさんからよ。人おちょくってんのも思うやん。それやったらまあ延暦寺にも非はあるわな。せやろ。ただ武器持ってたさ、まあ僧侶やったらわかるよ。でも子供とか女性とか殺しまくってるよね、あなた。それは確かに言い過ぎたわ、弁護。まあ今更やけど。まあ反省してるんであれば。でさ、信玄がまあ面倒くさい手紙送ってきたから、いや我は第六天魔王なりっつってさ返したったわけ。それなんなん、中二病やろ。それは俺や。結局さ、解決策は無事切れで終わるだけ。付き合わんこっちはそういうやつと。それ言うたら全部解決よ。最近さ、アオサの味噌汁にハマってんねんけど。知らんがな。一日にさ、結構大量に食べたくなんねんけど。食べればええやん。いやでもさ、塩分気になるやん。おい、そんなん気にしとるんか。しょうもな。いや、何がよ。おい、歴史チャンネルやってるから知ってる思って。戦国時代は味噌の全盛期よ。え、そうなん。俺らがおらんかったら今頃お前塩分欠乏症で死んでるぞ。いやいや、勝手に殺すな。戦行くときは大体味噌持っていくわ。なんで。保存効くし、タンパク質と塩分取れる上に腹持ちもええやろ。よく知ってるな、さすが栄養士。誰が栄養士じゃ、わしは武士じゃ。うまい。それは置いといて、結構汁かけ飯食べたわ。すぐ食べれるのはええやん。戦ならまあ効率大事よな。あんたらもタムパとか言うやん。それは言えてる。で、悩みなんやったっけ。いやいや、もうなんか解決した気がする。あとはさ、長篠で三段打ちやったやん。うん。あれすごいやろ、鉄砲さ、戦長用意して最強の騎馬軍団倒してんぞ。ほうほう、てか味噌関係ないから。いやええねん、俺に相談するかやろ。しっかり話聞いていけ。はあ。ほんで安土城よ、これ大変やった。
ったのよ、作んの3年もかかったのよ。庭さんがなんか指揮してたよね。そうそう、やっぱ男たるもの城1個欲しいやん。そうなの？一国一城の主って言うやん。あんた一国どころちゃうやん、持ってる国。殺すぞ。そんな短期やから、あんた本能寺で殺されることなんのちゃう。いや、ほんまそれな。いや、笑ってる場合ちゃうやん。おもろないか。三井でめっちゃ可愛がってたのに裏切るってなんやねん。あだ意外とめちゃくちゃやからな。まあでも秀吉がさ、あだとか売ってくれたから、まあええわ。あの柴田さんとか秀吉さんとかさ、結構部下に恵まれたよね、信長っち。そうね、今度は気ぃつけるわ。いや今度っていつよ。なんか悩んでんのアホらしになったわ。ありがとう。おう、もう終わりや。終わりだけにね。ありがとう信長。ちなみに織田信長については桶狭間の戦いの解説動画もあるので、よかったらそちらもご覧ください。チャンネル登録100万人目指してますので、ぜひ応援よろしくお願いします。通知設定も忘れなく。タリアのジョンズでした。